シェードは、ワシントン DC を拠点とするエレクトロポップのトリオ、リードボーカリストのチェルシー・リー、マルチプレイヤーのマックス・アーンストとスペンサー・アーンストの3人。大注目を浴びたトランポリンを2018年にリリース。2021年にデビューアルバム、ハイダイブをリリースし、2019年サマーソニック、出演時にインスピレーションを受けた楽曲、大阪を収録。双子兄弟のマックスとスペンサーは、マリーランドのシルバースプリングで育ち、幼い頃から音楽に興味を持ち始めた。中学時代、友達同士でロックバンド、アップスライドを結成。同バンドは、数年ワシントン DC で局所的に活動を続けた。その結果、兄弟はニューヨークにあるマネジメントの目に留まった。高校ではポップデュオトラストフォールを結成し、活動範囲を広めていった。そんな中、アーンスト兄弟は初めてチェルシー・リーと出会った。高校時代であった。そして2009年にチェルシーはスペンサーと交際を始め、ソロアーティストとしてアトランティックレコードと契約。高校卒業後、アーンスト兄弟は大学へ進学するのを延期し、エピックレコードとの契約を試みた。結果契約は成立せず、二人はメリーランド大学へと進学した。大学で二人はフォークロックのデュオ、ザ・ウォーキング・スティックスを結成。ザ・ウォーキング・スティックスは2012年6月27日、大学4年の時にデビュー EP、ワールド・ソブ・ライトをリリース。EP はすべてライブ録音でアコースティックルーツロックスタイルであった。2011年にアトランティックレコードとの契約を終了したチェルシー・リーはワールド・ソブ・ライトリリース後のザ・ウォーキング・スティックスに加入。2013年後半にザ・ウォーキング・スティックスはセカンド EP、センド・ザ・ナイトをリリースした。彼らはもともとフォークのサウンドで活動するつもりだったが、マックスとスペンサーがガレッジセールで古いシンセサイザーを拾ってきてから音楽の方向性が変わった。そしてフォークロックだった彼らのサウンドはセンド・ザ・ナイトからドリームポップへと方向転換した。2016年3月、音楽性の変化とともにグループ名をザ・ウォーキング・スティックスからシェードに改名。2016年6月にはPhoto Finish Recordsと契約を結び、同年秋にはマリアンヒル、ベリテと共にツアーをした。2016年9月、新しい名前シェードでのデビュー EP、Just Wanna See をリリース。彼らのシングル、Name on It は2018年5月15日デビューのVictoria's Secret のコマーシャルにフィーチャートラックとして起用された。シェードは2017年4月にビショップブリックスのツアーオープナーを務めた。2017年9月、メンバー3人は同居生活を始め、ホームスタジオで彼らのセカンド EP、メルトの制作を始める。2018年5月18日に、メルトからのシングル、トランポリンをリリース。メルトは2018年9月21日に、Photo Finish Recordsからリリース。2018年10月30日、トランポリンをフィーチャートラックとしたAppleの MacBook Air の CM がデビュー。2018年10月、アーリントン郡で、チェルシー・リーとスペンサー・アーンストが結婚。2019年8月に開催された、サマーソニック2019に出演。8月17日に、大阪会場、8月18日に、東京会場にて出演。2019年9月に、ゼイン・マリクを迎えたトランポリンの新バージョン、トランポリンをリリース。アルバム EP シングル。ありがとうございます。